大稼働、ドアはいつも開けっぱなし。こんにちは、俺たち五大名王です。このラジオ番組は松田一家に所属する若手アーティストが週替わりでお送りするラジオです、今週も松田家の家訓から始めるんだけど、誰か考えてきた人いる？よっしゃ、ほんなら今日は俺から行こうか。おや、珍しいこともあるものです ねきっと明日は大雨になるでしょう。なんやな、俺が答えるのそんなにおかしいの？おかしいなんて言ってませんよ。ただ珍しいと思ったんでそう言ったまでです。俺かてな、毎週毎週考えなあかんことの一つや二つちゃんと考えてきてんのじゃ。じゃあ今週は正平、お前に任せよう。任せとき。松田家の家訓、それはミニギャンのリカちゃんにお菓子を与えないや。え、でもいつも自己紹介でお菓子とリクマはリカのものって言ってますけど。な、お菓子とクマはリカのものって言ってますね。ちゃうねんタケル、今リカちゃんはなダイエットの真っ最中やね。ダイエット、僕には永遠に縁のない話ですね。そうだな、まあ今さらキャラ崩壊されても困るから。いや健康な体を維持するためにもクラマさんは少しダイエットした方がよろしいかと思いますよ。ライゲンの兄貴は体型を維持するために何かやってんすか？よくぞ聞いてくれましたタケル。あ、そう、この私の美しいボディーラインを維持するためには毎日必ず3食バランスの良い食事をとり、適度な運動、週2回はこちらの世界でサウナへ頑張りに行き、そんなこと聞いたらこのラジオの時間延々とこの来月の美容話で終わっちゃうだろうが。すいません、まさか序盤からこんなにテンション上がるとは思わなかったんで。この手の話は長いからあえて触れんようにしとったのに、どないすんねん。いや、もうほんと申し訳ないです。クラマの兄貴、どうしましょう？本当にこのまま終わっちゃうっても面白いかもしれない。だーお、聞いてる人の身にもなれや。ともかくこのままだとラジオ聞いてくださってる皆様になんか美容番組だと思われちまうぞ。確かに美容番組だとか誤解されたとしても僕たち今更恥ずかしがるようなことないから。いやいや、クラマ何気、それは開き直りすぎっすよ。というか私は一言物申したい。今まで散々喋っとったやろ。女性はそんな無理をしてダイエットなどしなくても良いと私は思うのです。え？なんでですか？あれだろ、美しいやつ増えたら困っからだろ。そんなことではありません。現に私の美しさは普遍的なのでそんな心配をする必要がありますか？よく言う何か変なこと言い出したよ。結構前からやと思うけどな。お黙りなさい。そうではなくて、こう女性をですね、そっと優しく抱きしめた時、こうなんか骨張った細い女性よりは少しふくよかな女性の方が抱きしめがいがあるとは思いませんか？そうなんすか？チェリーは黙ってる。チェリーショック。お前には一生わからん。はい、いやでもせやけどね、女性かて綺麗になりたい、自分をよく見てもらいたいっちゅう一心でダイエットとか頑張ってるんちゃう？そうだよね、ご飯食べなかったりするんでしょ？僕には考えられないね。考えただけでお腹空いてきちゃった。お前も黙ってるクラマ。ごめん。だが来源、俺も思うに、はい、正平の意見は正しいと思うんだがな。ええ、なかなか良いところをついてきましたが、それは違います、それでは偽りの美しさになってしまうのです。偽りの、それはどういうことですか？体型、それは人それぞれの個性です。それを無理してまで変えることなんてしなくて良いのです。もっとその個性をうまく使って自分なりの美しさを表現すれば良いのです。なるほどな。でも来源、お前さっき長々と自分の美しさを維持するためにいろいろやってる言うてたけど、そうなると今の話はおかしいんとちゃうか？いいえ、それは違います。私の個性はこの美しさ、それを維持するためにいろいろなことをしているまでです。なるほどね、それが理由で鍛錬サボってたんだ。ちょっとクラマさん、変なこと言わないでください。そうなのか、ライゲン。いやこの私がそんなことするわけないじゃないですか。あれ、こんなところになんか落ちてる。あ、何やそれ。あ、ちょ、タケル返して。高級エステの割引券ですね。5000円引きで、期限があさってまでです。え、今日が金曜だから、あさってって日曜の鍛錬の日だよね。これ、君のとちゃいますか、ライゲン君。お願いです、同心さん。本当に一生のお願い。これだけは行かせてください。ライゲン、前に言ってた町で暴れている妖魔を私一人で退治してくると言った日は何をしていた？あれは
ちゃんと妖魔退治に本当のことを言え。すみません、エステに。この間の大蛇退治に一人で行くって言ってた日は、すみません、エステに。おとといの近所のゴキブリ退治に一人で行くって言ってた日は、すみません、エステに。タケル、それを破り捨てろ。はい、すみません、ラギナリキ。いやー、自業自得や。てか同心も気づこうよ。いやだってよ、困ってる人を見過ごすことなんてできないってすげえ勢いで来るからよ。来源もまあ頑張ってんなと思ってよ。いやゴキブリはおかしいやろ、どこまでてんねんや。いやおかしいとは思うけどな。でもよ、ゴキブリ苦手な人がいっぱいいるだろうよ。まあそうやけど、それはほっとけないだろう。ただな、ゴキブリってのはな、飛ぶからみんな怖がってるだろう。そうですね。なだからな、あれはな、滑空してくるんだよな。上から、上にいる状態から降りてくるだけなんだ、あいつら。下からビューンって飛ぶことはねえんだ。はいはいはい、そこをな、みんなな、忘れてはいけない。あ、忘れてはいけない。うん、そう考えるとだ、下で這いつくばっているゴキブリは、大して敵ではないということだ。大して敵ではない。みんなな、そこをな、飛ぶかもしれないから怖いとかな、思ってるから、対処できないんだよ。兄貴、ゴキブリに詳しすぎっすよ。詳しいよ。詳しいよ。俺は詳しいよ。詳しいや。なんでですか、そんな。それはな、ちょっと教えられない。とにかくだ、上にいるやつだけ気をつければいいんだ。なるほど。上にいるやつはこっちに向かって飛んでくる。危ない。そうしたら俺ぐらいの反射神経を持ってしてでもなかなか厳しいものがある。ゴキブリそんな強かったでしたっけ。早い、あいつら早い。あいつらあのぐらいじゃん。ヒューってヒューってくるから、ヒューってくるから、ヒューってフォッツって言って避けなきゃならない。どこでね、どうしん、黙りやすいんだね。もう僕も今度お腹すいた時に行ってみよう。サボろう。いやいや、クラマの場合それは素直すぎるで。いやだから俺も今度何か言って鍛錬サボってみようかな。聞こえてんぞタケル、てめえは何言ってきても絶対に抜けさせないからな。っていうかな、お前もうなんなら今ここで鍛錬してやってもいいんだぞ。おい、こら、はい、お前な、今日何した。おい、ね、寝坊してきた。あ、寝坊ふざけんじゃねえぞ。お前この野郎、この俺たちを待たせておいて、はい、寝坊しただと。はい、舐めてんのかお前は。いや舐めてないです。このラジオを舐めているのか。舐めてはない。ギリギリにやってきやがって。すいません。はい、あ、どうするんだ。はい、全部お前一人で喋ってくれるならそれでもいいが。いや、お前はそれができるっつうのか。いや、すいません、兄貴たちの力があってこそのこのラジオです。うん、だからな、お前別にもう来なくてよかったってことだよ。寝坊したら寝坊したままでよかったんじゃないかな。すいません、本当にすいませんでした。うん、どうやらちゃんと反省はしてるようだな。はい、まあな、来源の二の舞にならへんように真面目に頑張ろうっちゅうことやタケル。この場合、はい、そうだな。はい、まあまあ完全にこいつ、まあ、完全にどっちかっつうとタケルの方なんだよ。来源怒られてる、怒られてるんだよ。てかみんな、マサヒラが珍しく真面目なこと言ってるよ。そうですよね、確かに。お前よりかマシやと思うやけどな。本当にそう思ってんのかマサヒラ。なんやねん同心、俺のさっきの言葉に嘘偽りはないで。そう言って俺を騙そうとしてんだろお前ら。うん、どうし、何からすごい負のオーラが出てますよ。俺はね、もう誰も信用しない。嘘つくやつなんて俺は大っ嫌いだよ。いや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 、どうしんだって嘘つくじゃん。俺がいつそんなことした。3月のラジオで大々的にやったじゃないですか。タケルは本日をもって卒業しますって。え、ああそんなこともあったね。そうですよ。あれタケル、お前卒業したのになぜここにいるんだ。いや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 、完全に今思い出しましたよ。なぜ。さすがにそれは無理がある。無理を通して道理を貫く、それが俺の生き方だ。なんかかっこいいセリフ言ってごまかそうとしてるけど。できたー。なんやねんいきなり破られた。お前髪持ってどっか行きやがって。お前どこで何してたよ。お前松田さんに乗りを借りて割引券を直していました。まだ行く気なんだ。もう諦めなよ。来源、それはもう捨てろ。絶対に行かさないからな。同心さん、妖魔たちに新たな動きがあったようです。何、この件に関しては極秘のため、うん、後ほど二人でゆっくりと話したいのですが。よし、分かった。あの感じと絶対に新しい言い訳を考えました。そうだね、僕たちがいると邪魔されるかもしれないから、あえて二人になることを選んだ、ね。そう、そこお黙りなさい。あ、すいません。タケル、そろそろコーナーに行きましょう。話そらしましたね。完全にな。割引券を破ったこと後悔させてあげましょうか。いや大丈夫です。じゃあコーナーに移りましょうね。今日は新コーナーを用意してきました。お、久しぶりやな、新コーナーなんて。うん、どんなことすんねん。よくぞ聞いてくれました正平兄貴。新コーナー題して、本当の兄貴たちはこんな人。なんだそれ。
はい、お前まさか俺たちに赤っ端書かせる企画じゃねえだろうな。いやいやいや、そんなことはありません。このコーナーは私タケルが、うん、兄貴たちに質問をします。質問、うん、その質問っていうのが、お前ごときが俺に質問ごときあったよ。ちょっとあれなんですよ、うん、その質問っていうのがですよ、うんうん、こっちの世界で結構流行ってる心理テストっていうもんなんですよ。心理テスト、女性にかなり人気があるみたいですよ。あ、そうそうそう、その人の本心が分かってしまうものや、うん、自分の性格に当てはまった答えが出たりするとみんなで、あ、分かるみたいな反応したりして楽しめるものですよね。それはさすが白が言ってるやつか。それはな、受けるそれ受けるか。ちょっと違いますね。まあでもさすがライゲンの兄貴、女性の流行りには敏感ですよね。まあこの心理テストで、うん、さらに五大名の人たちがどんな人なのかっていうのを知っていただこうっていうコーナーってことですね。なるほどな、はい、では早速行ってみましょう。今日のテストはこちら、うん、蒸し暑い夏の日、うん、自動販売機でジュースを買おうとしました、うん、財布から小銭を出したその時、手から滑って10円玉がコロコロコロッと転がり、不幸なことに自動販売機の下へ行ってしまいました。なんてことだ。その10円玉をあなたならどうする？1、そんなドジはしない。2、10円玉ぐらい、まあ、気にしないっすよ、うん、なるほど。3、すぐに取れそうなら取る、うん、取る。4、1でも取る、頑張るな。5、5、タケルの問題の読み方がちっとも面白くない。5、5、5、満場一致で5、違います。いやそういうクイズじゃないのか。違います。今のこの、 あの自動販売機の下りの質問に対して今言った1から4の中から1つ選んでください。1つ選ぶ、はい、そしたら何が分かるんだ。このテストはですね、うん、皆さんの過去の女性から恋人からもらったプレゼントに対するこだわりを証明する心理テストとなってます、うん、ああそう、はい、うん、先に言っちゃうんだな、うん、聞かれたからって先に言っちゃう。言っちゃったよ僕たち、そうなると結構慎重に選ばれる。かなり危ないところが出てくるな。どういう結果になるか分かりませんからね。まあそうですね、まあ、じゃあまず来月の兄貴、うん、そうですね、うん、まああまり執着するのも意地汚いですが、うん、すぐに取れそうなら取るですかね。3番ですね。いや3番、うん、で次は正弘兄貴、うん、まあ10円ぐらいは別に気にしたら、あ、まあ、気にせんでもええのかなっていうから2番かな。なるほど、2番ですね、うん、分かりました。次じゃあクラマの兄貴、意地でも拾う。、うん、もう絶対に10円でも絶対もう拾うよ。なるほど、分かりました。じゃあ最後に同心の兄貴、うん、叩き切る、うん、叩き切る、うん、選択ないね。ないっす、邪魔なものは全部叩き切ればいい。俺の邪魔をするやつは誰一人として、なんだっけ。言えてない。一番大事、言えてない、一番大事なとこは全部2から4から選んでください。あ、そうか。あ、まあ俺はそんなドジはしねえわな。なるほど。もうこう、もう手からこうスッと落ちた瞬間にファッ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 パッシッ。落ちる前に拾うんです。そういうことで、わかりました、うん、ちなみに僕は4番。聞いてません、はい、すいません失礼しました。じゃあ結果発表といきます、うん、じゃあ1番を選んだドジの兄貴、うん、そんなドジはしないと、うん、失敗という文字は自分自身の辞書にはないと、そんな強気なあなたには、うん、過去の恋人からもらったプレゼントをすぐに手放してしまうという結果ですね、うん、手放すというところはそれだけあなたにとってそのプレゼントの存在が大きかったということですね、うん、はい、まあ、とにかく兄貴はすぐに捨てちゃうっていう感じですかね。もう捨てちゃう。じゃあ、ええのそれ。こだわらない。こだわらない。ああ、そう。もう次に、すぐに。ひでえやつじゃねえ。ただあかん人なんでしょ。2番いきましょう、2番。そうですね。じゃあ2番を選んだ正平の兄貴ですね。10円くらいは気にしないと。気にしません。10円なんて大した金額じゃないと考えるリッチなあなたは。そもそも過去の恋人からどんなプレゼントをもらったかすら正確に思い出していないと。なお最近ちょっと、もっと赤しちゃって、これ赤あかんこれ。でもあいつ10円は気にしないかもしれないけど、10円ハゲできた時すげえ気にしてる。なぜし、いや、できてない、できてない。いや、でも10円ハゲはちょっとやっぱ気にしちゃうんじゃないですかね。そう、結構、はい。まあまあまあ、じゃあすぐに、その次ですね、うん。3番を選んだ、すぐに取れそうなら取れるというクラマの兄貴。うんうん、とても現実的な考えを持つあなたは、過去の恋人からもらったプレゼントを、別れた後でもしようと続けるっていう感じです、うん、はい、でそれも同じように4番の意地でも拾う、うん、こちらもですよ、10円というのも決して諦めないものに対しては貪欲なあなたは、過去の恋人からもらったプレゼントを逆に丁寧に保管し続けるっていう感じの女性っていうことですね。まあ、ちょっとお前の説明がいまいち入ってこなかった。ただ残念ながらそろそろ時間見てたな。そうですね、はい、来月の兄貴お願いいたします。わかりました。皆様、このラジオに関してのご意見や励まし、
今度我らに答えていただきたい心理テストの内容やおすすめのエステサロンの情報を教えていただきたいですね。何や今の。それは matuda-ikka@atosuta.com 松田ハイフン一家@atosta.com までお願いいたします。それでは皆さん、ここまでの相手は我らご大名でした。次回はコズミキトーンさんです。それではまたお会いしましょう。これにて失礼。